今夜も日本ハムファイターズ炸裂。え、草。草、これ誰が悪いんや。はあ、おやおや、もうめちゃくちゃ。なあ、はあにしとんねん。守備コロコロ変えるからこうなるんや。なしだ両軍にブチギレなのほんま草。なんやこの試合、けかそこはセカンドじゃね。ライトアルカンタラとか使うからや。場所的には最悪なとこ飛んでったな。ファースト追っても無理やってこれは。万波はやっぱ外野で使いたいな。語彙の壁厚すぎるやろ。この守備にブチギレられるベテランがおらんのが問題なんよ。ハムは万波はあれ外野の守備やと思って途中でやめたいやろ。アルカンタラの怠慢だわ。どっちもエラーつかないから全部自責という。動きおかしかったから万波がヘマしたように見えるけど、ライトが行かないとダメだろ。ファースト万波、ライトアルカンタラって何考えてたらこういう采配になるんだろうな。もう一度言う、この試合やる意味ある。新庄って守備が一番好きという割に守備軽視だよね。三冠王の落合は守りのチームで黄金期を築いたけど、守備コーチ飯山やろ、あいつはダメやわ。まさしく最下位決定戦、